こんにちは、今日は長野県東御市の湯の丸高原に来てます。湯の丸高原の、ここは湯の丸高原の近くの池の平湿原というところです。目的は駒草の写真を撮りに来ました。遠くに湿原が見えます。すごいこの木、かっこいいですねこれ。シャクナゲは、お、シャクナゲ、先駆け、シャクナゲですよ。まだ本当咲き始めで。これ緑の色がまだ若々しくてすごい綺麗。この岩が焦げてる感じがすごいいいですね。ほらこことかね、すごい。この駒草はこういうちょっと荒れ気味のとこにしか咲かないんですよね。
三方が見ない。三方が見ない。いやー、ガスってんなー。すごい、この雲が草原に入ってくる感じ。本当はな、この正面のモワとガスでモワってるところらへんが、見晴らしが良くて、小諸の方なのかな、佐久とか三代田とかあっちの方の町が、見えるんですけど、なんか今日はガスっちゃっててダメですね。天気はいいんですけど、でもまあ湿原のこのガスが入ってきて、湿原のこの草の上を霧が流れていくっていう感じは最高だと思います。めっちゃ綺麗ですね。まあ、なんだろう、セミかな、カエル？